発達障害という才能を伸ばす。どうも、発達障害カウンセラーの和樹です。本日は、発達障害を持っているのであれば頑張りや真面目というのは無意味ですということについてお話しいたします。頑張らなきゃダメなんじゃないの、真面目な方がいいんじゃないと思うかもしれませんが、この動画見ていただきましたらちゃんとスッキリします。というのも、そもそも発達障害というのは素晴らしい才能がありますよということなんです。ただ、その副作用としてどうしても苦手なことっていうのが出てしまうんですね。だからこそ、ある程度苦手なことっていうのは補いつつも、得意なことっていうのを伸ばす必要があります。とはいえ、自営業ならまだしも、会社勤めというのになると、この苦手な部分っていうのがすごい足を引っ張ってしまい、もうちょっと頑張んなきゃとか、もっと真面目にやろうってドツボにはまってしまうような思考になってしまうんですよ。そして、肝心なのは、なぜそれがいけないかってことですよね。理由として、答えはシンプル。みんな頑張ったり真面目にやってるからです。ビジネス用語なんかで言うと、レッドオーシャンなんて言いますが、ライバルが多すぎてそこで勝負しても無理じゃないってことです。言ってしまえば、タピオカ屋さんがいっぱいあるのにもかかわらずタピオカ屋さん出すみたいな。みんな真面目や頑張りでやっているからこそ、それ以外のところであなたというのは価値を見出さないと、同じように頑張ってて、なおかつスキルが高い人に食い越されてしまうわけです。とはいえ、いや、それはなんとなくわかるけどさ、難しいじゃんと。どうやったらうまくいくんだよっていう話ですので、今回はあなたがどうすれば価値を見出せるのかということについて詳しくお話しいたします。この動画見ていただきましたら、あなたの能力っていうのを最大限に引き伸ばし、生きやすくなる方法というのがわかりますので、ぜひ最後までご覧になってください。というわけで、あなただけの価値を作る方法、まず一つ目が変人であれということです。会社勤めしていると、とにかく悪目立ちしてしまって、自分を殺して生きていこうって思う方結構いらっしゃいますよね。実際僕もそうだったんですけども、それだと本当にあまりにも生きづらいですし、逆にあなたしか持っていない素晴らしい才能っていうのを伸ばすことができなくなってしまうんですね。だからこそ、あなたはあなたのままでいい。好きなものはとことん好きで伸ばしていけばいいし、やりたくないことはなるべくやらなくていいわけですよ。もちろん仕事で与えられたら別ですけど、営業が苦手だからって言ってあえて営業職に行く必要もないし、計算が苦手だからって経理職に就く必要もないわけですね。もしあなたが周りから変人扱いをされるのであれば、それはチャンスです。悪目立ちだろうが、いい目立ちだろうが、人から注目されることには間違いないわけですから、ビジネスとか趣味とかいろんなことにおいて、あなたは人を集めたり、成果を出すことができるんですね。もちろん、すでに会社勤めされていらっしゃる方も多いでしょうから、その中で、とにかく自分の好きなことをやれと、わがままやれと、輪を乱していけっていうわけではないんですね。それしたらただの迷惑な人ですから、ある程度空気読む必要はあるんですが、もしあなたが自分の才能を伸ばしていきたいとか、より変人になって結果を残していきたいと、あるがままに生きていきたいというのであれば、ぜひポイント2つ目、好きなことを伸ばしていってください。そう、自分に得意なことがないよとか、自営業できませんよという方も、あなたが興味あることや得意なことを伸ばすだけで、それが仕事になったりとか、生きがいになったりするんです。いやいや、好きなことじゃ食べていけないよって思われる方、申し訳ないですが、それ10年前の話です。今、いくらでも好きなことでご飯食べていけるんですね。だって、実際僕なんかも結構好き勝手生きてるんですよ、今。もちろん大変なこともありますけども、自分の得意なこと、好きなことだけをやって生きています。じゃあ僕はすごい才能を持っているのかって言われたら、3年前なんかは年収100万とか200万の男でしたし、新卒で入った会社なんかも3社連続3ヶ月でクビになってるんですね。もう結構キングオブポンコツです。そう、発達障害の人の問題点として、会社勤めが苦手っていうのが挙げられるんです。今は生きづらい、仕事がうまくいかないとなったとしても、環境次第ではあなたはいくらでも輝くことができますので、ぜひ何かしらの趣味とか得意っていうのを伸ばして、自営業でも稼げるようなやり方というのを考えていってください。とはいえ、なかなか難しいなという方は、僕が1対1でカウンセリングやコンサルなどさせていただきますので、動画説明欄のホームページよりお問い合わせください。もしあなたが価値を作るのであれば、とにかく変人である、ありのままであれと、そして好きなことを伸ばしていくことがとても重要になっていきます。それだけで結構なところまで結果を出すことはできるんですね。とはいえ、とても重要なこと、最後3つ目として、価値を作るには基礎もしっかりやることが大切です。つまり、人からお金をもらうのであれば、最低限の価値というのは提供しておかないとうまくいかないということなんですね。これが自分の芸術だと、絵を何か描いたとしても基礎がなってないと売れないよってことです。
これについて分かりやすいのが落語家さんの話なんですが、他にはないレアな存在になるために型破りになろうっていうね人がいらっしゃるようなのですが、そもそも落語だったら型がないと型破りどころか型なしだし型崩れになってしまうんですよと。最低限の技術、スキル、ベースがないと周りから受け入れてもらうことはもちろん、あなたの才能をより発揮することっていうのが難しくなっていきますので、ぜひとも基礎とか基本っていうのは大事にしてください。実際僕なんかも面白いとか分かりやすいってお褒めの言葉いただくんですが、プレゼンテーションの方法とかね、伝わる話し方ってのはめちゃくちゃ意識して台本書いて毎回挑んでるんですね。話があちらこちら行ってこの人何のこと喋ってるのかなって分かんなかったら、それは評価されないじゃないですか。なのでぜひあなたがもし才能を発揮しよう、価値を作ろうというのであれば、型を学びつつも試行回数を重ねていき改善というのをやっていってください。まずは勉強とかになっちゃうと成長が遅くなってしまいますので、勉強しながらアクション、実際の行動ってのをやっていってください。そうすれば本当にすごいスピードで前に進むことができていきます。発達障害持っていますとなかなか生きづらいこと、人から認められないことってのはたくさんあるんですけれども、もしあなたが人よりも優れたいのであれば、価値を作り出し人よりも評価されたいのであれば、頑張りとか真面目でなく、とにかく変人であること、そして自分の好きなことを取り組むことをやっていてください。とはいえ土台ってのを大切にし、あなただからこそお金を払いたいですと言われるようになっていってください。僕は普段このように発達障害を持った人の人生がより良くなるような動画を毎日投稿しています。さらに多くの人が幸せになりますように、この動画の拡散およびいいねなどチャンネル登録をお願いします。人生うまくいかないことってのはね結構ありますけれども、あなたは絶対に幸せになれるし、発達障害だからこそ持っている才能を伸ばし成功することができるんですね。そのために今からちょっとずつ行動していってください。あなたの幸せや成功をこのように応援しております。以上、かずきでした。